はい、いろいろ買ってまいりました。はい、とりあえずこんな感じで写真撮ってみました。写真はこちらです。どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。今日お休みでして、クワ株作業を午前中まとまってやりました。で、一番大事な作業としてはですね、餌交換、成虫の餌交換ですね。結構成虫いてるんですよ。まあ、50匹とは言わないいてる。100匹いるかな？わかんないですけど、それぐらいいるので、それの餌交換を結構大変なんですね。はい。で、餌交換のためにゼリーがかなりこう減っちゃうんで、まあ私週1回ぐらいしかゼリー交換しないんですけど、まあそれでもね、この、一週間に一回餌交換っていうのが結構時間かかってですね、30分、1時間ぐらいかな。もうちょっとかかるかな。それぐらいかかって餌交換やっております。まあ、たくさん買うとそういう目にね、合うんですよね。さて、セリアでね、なんか使えそうなグッズを結構買ってきましたので、ちょっとご紹介いたします。はっ、ドヒン。まあまあの重さですね。これ持ってないと倒れちゃう。はい、いろいろ買ってまいりました。まあ順を追って説明しますと、そうですね、これ系のものを結構買いましたね。はい、こんな感じで4つほど穴開けまして、でこの中に成虫を入れるようにしてます。これを入れまして、これぐらいね、半分いかないぐらいですか。はい、こんな感じで入れまして、でティッシュをちょっとし、まあ、湿らせまして、霧吹きで。今回湿らせませんけど。で、餌、普通の場合は餌入れてね、こんな感じで湿らせたティッシュと一緒にこうやって入れて、こうですかね。はい。で、周りをテープで留めて、ここにラベルシール貼って、みたいな感じで発送してます。それから今日、初めて買ったんですけど、こちらです。結構ね、長いんですよ。で、2本入ってるんで、いろいろ使えそうです。これ何のために買ったかというと、足場ですね。クワガタちゃんの足場に使おうかなと。いつもダイソーの方で、これぐらいの長さ？これぐらいの長さの、これぐらいかな？長さのやつをですね、買ってるんですけど、セリアだとこんな感じで棒で売ってるんで、まあちょっと、クワガタとか、の大きさとか、あとケースの大きさによって切れるかなと思ってます。切りながら使う感じですかね。あ、これで切れましたね。はい。結構綺麗に包まれてるんでね。よし。これね、2本が束になってるんですよ。こんな感じ。結構長いですよ。ちょっと、ズームアウトしますか。長さ今見てみたんですけど、45センチみたいですね。まあ適当に5センチずつぐらいに切って、で上り木が18本作れるかな、5センチぐらいで切ったら。でもっと大きいやつだったらもう10センチぐらいで切るとかね、そういう使い方ができるかなと思ってこれにしました。おそらくこれノコギリですぐ切れるやつなんでね、いいかなと思います。はい。まああとはボトルをこう立てらせるときにね、ひっくり返して立てらせるときに使ったりとか、いろいろこう使えそうです。基本上り木ですかね。はい、これちょっと使ってみてですね、よかったらこれでいこうかなと思ってます。そしてお次はこちらです。はい、これ、木板焼き目付き、まあ要するに板です。木ので、これは何に使うかというと、まあクワガタをこうペアリングするときとかに使えるかなという。はい、最近気づいたんですけど、クワガタはですね、背景が黒い方が綺麗に映るというのを気づきまして、で、まあ撮影の時とか使えるかなと。まあそうですね、うん、あとは出品する時の写真撮影にもね、こういうの使えるかなと思ってます。黒系の方がねいいみたいなんですよ。まあ、クワガタにもよるんですけどね。うち、ちょっと色が赤いとか、そういうの多いんで、そういうのを撮るときにですね、こう、やっぱ色ついたやつの方が良さそうです。じゃあ、まあ、実際ですね、写真を撮って比較してみましょう。こちら、マンディなんですけど、マンディ、白い
ところで写真撮ったら、こんな色になると。これ赤バンディなんでね、赤っぽい色なんですけど、それが結構ね、出ないんですよ。写真撮ります。はい、とりあえずこんな感じで写真撮ってみました。写真はこちらです。どうでしょう？結構黒くないですか？僕は最近も結構オークションでこう出してるんですけど、まあオークションに出すときに、白いね、背景でクワガタを撮ると、まあ、ボディラインがよくわかりますし、で、なんかもう明るい方がですね、割とこう見てもらいやすい感じがするので、そうやってこう白い背景で撮ってたんですけど、たまたまですね、黒背景で撮ったら、色がめちゃくちゃ綺麗に出たんですよ。次はじゃあ、さっきの板の上で写真撮ります。はい。よし。お。いいですね。もう見た目からしてちょっとなんかね、赤っぽく見えます。はい。写真撮れました。こちらがその写真です。ほら、全然色違うでしょ。ちなみに動画で撮ってるところで見ても、色がね、綺麗にやっぱ出るんですよ。これはこう、カメラのこう、なんていうかな、こう、明るさの部分かなと思います。はい。比較してみましょう。どうでしょう？同じような感じで写真撮ってるんですけど、やっぱこう全然違いますよね。なんで、割とこう黒っぽい背景の方がですね、実はiPhone だと綺麗に撮れるというのがよくわかりました。で、まあ次からですね、こんな感じで撮ろうかなと。やっぱこう色がですね、白背景だと綺麗に再現できないので、本来はこういう色なんですよ。もうちょっと赤い感じですけど。でも全然色出てますよね。はい、しょうもないことなんですけど、すごくこう発見しまして、出品するとき必ずこれしようかなと思ってます。そしてもう一個買ってきたのがこれですね。はい。トレー。これもですね、撮影用です。まあ、撮影用だけじゃなくて、ここにクワガタ置いとったらちょっと逃げにくくはなるんでね。はい。そんな感じで使おうと思ってます。これも完全に真っ黒ですね。ただこれはツルツルして捕まえにくいので、さっきの木目の方はね、こう、捕まえられるんで、まあクワガタもね、あちゃこちゃ動き回らないんですよ。で、こういう、こう、ツルツルした感じのやつ、まあザラザラですけどね、割とこう、引っかかりがないようなやつの上にクワガタ置くと、結構動くんでね。なんでまあ動きが激しいやつは木使って、止まってくれる子はこれ使って写真撮影しようかなと思ってます。ね、これ100円で売ってますからね。じゃあ実際、おいで写真撮ってみましょう。はい、見てください。さっきよりより一層赤さが際立ってる感じがしますね。はい、とてもこう、いい感じです。これが原色に近いかな。まあ、なんで、まあ、ちょっとカメラの具合だとは思うんですけど、こういうこう、黒い背景の中に、クワガタを入れて撮った方が、色がついてるやつはですね、すごく綺麗に撮れるということが分かったので、今回グッズを買ってきた感じですね。めちゃくちゃ綺麗に見えますね。はい。すごくこう赤いのがわかる。これで撮影してたティモレンシスの動画も炎上しなくて済んだのかなっていう気がしますけど。ね。どうでしょう？うわ、すごいですね。綺麗ですね。びっくりするぐらい綺麗に写真撮れてます。これ映像か。はい、撮った写真こちらですね。どうでしょう？なかなかいいんじゃないかなと思いますけど。ね。いや、かなり綺麗に撮れますね。はい、これセリアで売ってた、ただのこう、プラスチックのトレーなんで、だけど写真撮るときはすごく綺麗なんで、ぜひぜひ、使ってみたいかなと思いますね。どうでしょう？めちゃくちゃ綺麗に色出てますよね。これはすごいんじゃないかと思います。はい。なんていうか、目から鱗というかですね、当たり前のことかもしれないんですけど、割と白い背景の、クワガタ、僕みたいにね、出品してますので、僕は今度からこの有形の色で攻めようかなと思ってます。そっちの方がこうね、色がね、はっきり出て分かりやすいんですよね。実物本当にこんな色なんで。はい、ということでこんな感じで写真撮影してもらったオークションの方に出していきたいなと思ってますので、よかったらね、ご利用いただきたいなと思います。黒猫チャンネルで検索すれば全然出てきますので。そうですね。最近で言うと、割と視聴者さんが購入していただいてですね、すごくこう嬉しいんですけど、最近で言うと、お子様がこう、動画見てるみたいですっていう感じでですね、購入いただいた時におっしゃっていただいて、すごくそれが嬉しかったりとかして、で、ちょっと動画でも喋ってみようかななんて思っちゃったり、
はい、とても励みになっているので、またそういう機会があったらですね、ぜひお声掛けいただければなと思います。では今日はこれでお別れいたしましょう。すごい綺麗、かっこいいですね。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。